ュラシックワールド新たなる支配者、星2。ジュラシックワールド2のうちでテロ行為をしたことで世界中に恐竜たちが拡散してしまい、さらにはその恐竜を使って儲けようとする闇市場ができたことで恐竜との共存を迫られた人類社会のシナリオ。クソシナリオに安心と信頼のおけるジュラシックシリーズなので、この映画も多分に漏れずの安定のひどいクソシナリオ。初っ端で主人公のテロリストメスが恐竜にこんなひどいことするなんてといったシーンがあるが、お前が恐竜を野に放ったからこうなったんだろといった言葉にならないギャグシーンをぶっ込んでくるので目も当てられない。ジュラシックパークのキャラクターたちも出てくるオールスターだが、ぶっちゃけ今まで一度もジュラシックシリーズを見てない人の方がおすすめ。なぜならその方がこうなったテロリストメスに対する侮蔑を感じることもないから。イナゴ役消去機能をデザイン段階で入れ込んでいるのに、いざ使ってみたら天井が抜けてイナゴが脱出するとか。この映画のセキュリティはジュラシックパーク1からプロを雇うということに気づけないらしい。全体的にジュラシックパーク1のオマージュが強く、パニックホラーをやめて若が火に油を注ぐ行為をせずにファミリーデート向けエンタメに徹しており、ジュラシックシリーズの続編として最も見せられるシナリオに持ってこれたことは評価。笑えた点は汚いかじりかけのリンゴの CEO っぽいやつが出てきて、そいつがホモっぽい感じでやたら小綺麗な黒人のオスも出てくるので、ディーガエルな畜女にもポリコレ対策もバッチリな部分。パニックホラーな中盤以降が長すぎるが、やっと見れる程度のシナリオまで持ち上げられた部分が、1から全部見たおまんじゅうとしてダメな子が何度も浪人してやっと F 大学に入れたのを見るような感覚になる。ジュラシックシリーズって売り上げは謎に高いけど、こんなひどいクソシナリオでなぜこんな売り上げが出るのか全くわからない、摩訶不思議なシリーズだったので。